で2020年まで、うん、もう少しの時になんで辞めるんだっていう論理的にこう話すことができなくて、うん、やってみないと分かんないっていう部分がどうしても自分の中でこうあって、仲間を集めて、うんうんうん、で、まあ、何かを成し遂げると、うん、ヨーロってヨーロYou only live once.10年間勤めた電通を退職された。まさにそうだね。で、多分このプロセス、まあ、なかなか興味深い部分はあると思うんだけど、うん、簡単にポイントだけつまむと、こう繰り返しだけどすごい楽しかったし、うん、オリンピックで、2020年まで、うん、もう少しの時になんで辞めるんだっていう見方を、ね、されるけれども、うん、あのこれはもうなかなか論理的に、うん、こう話すことはできなくて、考えれば考えるほど正直大企業の方が、うん、あのまあ、多分安定的だろうし、うん、そう、まあ、なかなか辞めるっていう選択肢には至らないと、うん、ただ他方ここはベンチャーもそうだし、実は今やりたいこともそうなんだけど、うん、やってみないと分かんないっていう部分がどうしても自分の中でこうあって、でこれだけはね、あのやめないと副業もできないし、うんうん、っていうところだったから、まあ非常に悩ましい選択ではあったけど、うんうんうん、まあ、エイヤーじゃないけど最後は、うん、まあ、ノリっていうことは正しいか分かんないけどやめたと、はいはいはい、これちょっと自分が変わってるところではあるかもしれないけど、結構その生活水準を社会人になってからも学生とあまり変えなかったと、うん、生活水準上げてなかったということで、はいはい、まあ少し余裕のある、うん、貯金というか資金があったから、はい、まあすぐには死なないなと思って、いやこれが面白い話で、ジンジンは入社してから10年間一回も引っ越しをしてない。そうなんだよね、やっぱりそれがね、なかなか聞いたことのない基本やっぱり、まあにまあ、その日本ってその賃貸が2年契約だから、2年更新だから、まあ、2年経ったら、まあ、新卒2年目でだから、あの引っ越したりとか、まあ、長くても4年ぐらい、これが10年間同じ場所っていうのはなかなか聞いたことのない最初、新卒の時に、まあ、実家にいたと、うん、それまで、うんうん、で新卒になってからも実は実家によく帰ってたりとかして、うん、もうなんかサブでどっか探すところ、あの住むところを探そうと、うん、いうところが、まあ、本当ラッキーだったんです、その考えが、うん、だから当然あんまりお金もかける必要ないし、うん、あの広いところも、うん、まあ、いいかなと、うん、で見つけたのが実は芝公園の近くにあるってところだったんだけど、うん、でそこ家賃も非常に安くて、うん、まあ、あの6万円台ってなったんだけど、はい、であの、まあ、実家 もう実家メインに住んでたしちょうどよかった。で会社から歩ける場所ではあったから、うんうん、なんか徹夜しそうになったなと思ったら、まあ、そこに住めばいいっていう、はいはいはい、で実は本当にその、ある期間を経てからもう実家からも出るようになって、うんうん、そこメインになったんだけど、うんうん、まあ、当然狭いとも思ってたし家にいる時間も少ないし、まあ、ここでよかったんじゃないかと思って、うん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 、で実はね、まあ、あんまり人に言ってないんだけど3年目ぐらい4年目ぐらいになって、うんうん、あのまあ、ちょっと広いところに引っ越そうかなっていうのもあったと。 あったんだ全然あった、どちらかというと親としては早く出なさいみたいなのも、もっと広いところにそうそう、ただこれはねまた面白くて、もう、まあ、出ようと思った時に結構仕事が忙しくて、うんうんうん、で部屋も探そうと思ってちょっと探してたんだけど、うん、こだわりが強かったでもあって、うんうん、出なかったと。いいの見つかんなかった。そしたら5年目の出向の時に本当は新宿になるはずだったんだけど、うん、場所が、あ新宿か、これもうね歩けないし、まあ、引っ越すいいタイミングかなと思いきや、福岡福岡虎ノ門ヒルズっていうところにオフィスにあのなって、で自分はもともと電通から歩いて、まあ、12、3分ぐらいだったんだけど、うんうんうん、虎
虎ノ門ヒルズになって近くなるっていう、あれみたいな。だったらもうこのまま引っ越す必要ないんじゃないか、もうちょっといようというのが、まあ、継続できたタイミングの一つでもあったね。なるほど。基本的に電通大きい会社で、まあ、給与もすごい高いイメージがあるから、あの独身で電通で10年ぐらい勤めてて、でも家賃が6万円の人ってなんかいるのかなみたいな、他に。そうだね、なかなか思ってしまうぐらい珍しい、まあ、いなくはいないと思うんだけど、うんうん、なかなか珍しい方で、でこれ面白くて、やっぱ住めば住むほど、うん、いろんないい ところもこう感じることになって、うんうんうん、あのでそれが後々自分のこう、うん、まあ、お金の価値観じゃないけどもう形成にもつながっていくんだけれども、うん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 、人によってはね、いいもの食べようとか、うん、車を買おうとか、うん、待ったりするし、自分の場合はどちらかというとこう実はガジェットが好きやったりするから、うん、こういうところはもうお金も惜しまずに投資するけれども、うん、まあ、そんなにお金の、部屋のこだわりとかはなかったと、うん、なるほど。でその代わりあのなんていうのかな、外に行ってなんか飲むときは、うん、友達のためになんか飲み物を買ったりとか、はいはいはい、そう、あとあのホームパーティーとかそういうのも好きだったりするから、うんうんうん、そういうときにはあの人を集めるためにちょっとお金を使おうとか、うんうんうん、そう、自分のお金の使い方は結局部屋の方には行かなかったっていうのが結論かな、うんうん、あの実はこれからやりたいことにもつながってくるんだけど、うん、まあ、自分映画をすごい見てたというのもあって、はいはいはい、今でも映画が好きで、でケンタも知ってるかもしれないけど、オーシャンズイレブンっていう映画とか、うん、あとアベンジャーズっていう映画、結構有名な映画ではあるけど、うん、2つともテーマとしてはこう仲間を集めて、うんうんうん、で、まあ、何かを成し遂げると、うん、敵を倒すなのか、うん、まあ、カジノゴートなのかだけど、うん、であのテーマにすごく共感を得ていて、うんうんうん、でというのはだいぶ話戻るけれども、日本に来て全然あの知り合いができなくて最初苦労して、うん、で日本語ができるようになってからも当然それでも、うん、あの非常に、まあ、大変だったけども、うん、やっぱりターニングポイントっていうのかな、まあ、大学入って、うん、まあ、大学の新刊の時にいろんな人とこう、うんうん、はいはい、手軽に連絡先をね、そう、連絡先交換ができて、うんうん、でその時の一つの気づきとして、別に相手は、まあ、無意識のうちに自分のプロフィールに誕生日を登録してたかもしれないけど、うん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 、赤外線交換でこう自分のアドレス帳に入ってくるわけ、うん、でかつそれがカレンダーに連動して、うんうん、で僕の当時のガラケーはなんか翌日誰々の誕生日ですっていうリマインドが出るようになってた、でもう大学1年の時に、まあ、結構いろいろ知り合いが増えちゃって、うん、で、あべえ覚えられないと、うん、やばいと、うん、でその時にアドレス帳のメモ欄にその人の、うんうん、まあ、少し特徴とか学年とかサークルを入れてたんだけども、はいはい、そう、そこをうまく組み合わせて、で、あ、誕生日の時に、うん、例えばどこどこのサークルの最初のこの日に会ったジンジンですって、はい、おめでとうってやると喜ぶんじゃないかと思って、うんうんうん、それやったらすごく高評価で、実は未だに続けてると。いや、そう、ジンジンのカレンダーはね、もう今365日、そうだよね、ほぼというか毎日待ってて、誕生日がね、そうだね、で未だにこう誕生日の日にこうおめでとうで、かつ会った日をほぼ全員登録しているから、すごい久しぶりにね送る人に関してはそれを付け添えると、いや本当にすごい、覚えてくれて嬉しいみたいな、うまく、人と人を、うんうんうん、なんていうのかな、あの関係構築できたのがまだ大学時代 で、うんうんうん、で社会人になってからはもうちょっとそこを深掘りして、もちろん仕事でも縁があって一緒にできたりとかもあったんだけど、うんうん、今こういわゆるその看板も外れて、うんうん、ベンチャーの看板も外れて、うん、まあ、これから自分でファウンダーになるという時に、まあ、その時の人たちもそうだし、これから新たに当然知り合う人たちをこううまく、あの、なんていうのかな、チームにして何か成し遂げたいっていうのはまず根幹にあって、うん、なるほど。それでオーシャンズイレブンみたいな、そうだね、まさにアベンジャーズみたいなチームを作りたい、そうだね。でそのコミット度合いとか、当然ね、うんうん、別の仕事をやってる人も多いから、うんうんうん、そこの調整は当然難しいし、うん、一つのチャレンジではあるんだけれども、うん、コンセプトはずっと多分今後もずれていかないなと思って、変わらずね、変わらずと。ジンジンはこういうあれを成し遂げたいとか作りたいとか、そういうのはこう今作ってる会社に対して持
もうなんか定めてることってあったりするの？そうだね、なんか、ま、ちょっと英語を盛り込むと、うんうん、まず大前提はもうあの一つはヨーロってヨーロヨーロで You only live once、 もう一度しか、うん、あの生きていけないと思うから、うん、本当にやりたいことをやるっていう、うんうん、すごくちょっとある意味子供っぽい話かもしれないけれども、スモールビジネスというか、うん、まあ、何が当たるか分かんない、うん、YouTube の一つにせよ、でどんどん種まきをして、うん、でかつその過程で Have fun じゃないけれども楽しむと、うんうん、いうことで、あのちょっと突拍子もないこと、うん、これ本当にね、あのこれ何のかなって分かんないようなものもやってみたいなっていうのは、うんうんうん、いい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。だからちょっと現実的な話で言うと、当然ねそれでずっとお金がね入ってくるわけとではないから、うんうん、あのまあサイドで18中の仕事もしながらちょっとお金をね、うんうん、あの稼ぎつつ、うん、ちょっとそういった部分の人生一度きりだから楽しんでやってみるかっていう部分を、うんうん、そういう仲間たちとやりたいっていうのもある。なるほど。こうどうしてもその年を重ねて、まあ、長く勤めれば勤めるほどじゃないけど、こう大人にならざるを得なくなってくるというか、まあ、自分が意識してるのかしてないのかも分かんないけども、なんかこう無邪気にいろんなことやっちゃいけないんじゃないかみたいな、ちゃんとしっかり勤めてその会社のお仕事をちゃんとやることか、副業を始めてちゃんとやってみるとかっていう、なんかちょっとそのあのしっかりこれはお金になるんだろうなみたいなのを考えつつこうやってる人がやって、なんだろうな、そういうのが増えてくるイメージがこう長く生きれば生きるほどあるんだけども、いや本当そうだね。なんか楽しいのをまずやってみようっていうのは、その10年勤め上げた電通を一旦やめて次の新しいステップに行ったみたいな、そういったところにもつながってくる姿勢なのかな、はいはいはい、やっぱりやっやってみなきゃ分かんないってところがあって、大企業で大企業のねこの大きい AKB オリンピックとかのプロジェクト、これはもう絶対ね個人ではほぼできないと思うし、それもまあやった上で本当にそれとはまあ180度じゃないけど真逆の小さいこともやっていきたい、やってみたいっていう部分はあるから、別にね今までやってきたことが嫌だったとかっていうことも全くないけれども、こうちょっと変化を楽しむっていう意味で言うと、あのその10年はやっぱ大きかったかもしれないね。大企業で得た基礎体力もそうだし、あのね、あの例えばクライアントへのねこう回しとかも含めて、うん、今に生きてるっていうのはたくさん生きてることはたくさんあって、でかといってねどっちが先とかどっちがいいっていうことではないんだけど、うん、やっぱり話戻すと経験することすごい大事だと思ってて、うん、でそこから納得いかなかったらまずもうちょっと軌道修正してみるっていう、やっぱこのプロセスって何でも応用はできるかなとは思ってて、はいはい、なるほど、まあ、皆さんに伝えたいところではあるかな。確かに、でもやってみなきゃ分かんないっていうのは多分何歳になっても大事な姿勢なんだろうなっていうのは、まあ、改めて感じますね。そうだね、新人から話を聞いてると、いやいや、うん、でもまあその時には自分もねこうどちらかというと本当に考えちゃって止まっちゃうタイプではあるから、うん、それは前職のベンチャーでもそうだったし反省はしてるんだけども、うん、一度スイッチさえ入れば結構ふわーっていくタイプだから、うん、あのまあ、何が言いたいかというと結局自分をねうまくこう分析してでそこに向かおうとしているところに、うん、うまくそのドライブをかけるような、なるほど、そうあの、ね、試作じゃないけどさ、うん、自分なりの、うん、こうあの絵付けっていうのかな、はいはい、っていうのめちゃくちゃ大事だなと思って、いや本当にそう、いや本当にそう、めっちゃ共感するなそれは。そんなところですかね。もうまた次回、うん、でも We can do it again We can do it againThat's the next time would be like the whole English conversation. Looking forward to it. Looking forward to it. Cool. Okay. Thank you very much. ということで、はい、今回は友達の、まあこれからね、あの会社を作って独立してガンガンいろいろ進めていくジンジンに来てもらいました。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。